平野紫耀、YSL アンバサダー就任で変更。衝撃の新イメージにファン騒然。日本の注目俳優、平野紫耀が、YSL のアジアアンバサダーに就任し、その報告が大きな反響を呼んでいます。自身のインスタグラムで、フランスの高級メゾン、イブ・サン・ローラン・ボーテの一員としての新たな役割を披露した平野紫耀は、シックで洗練された、YSL にしかない魅力を、これから伝えていければと思っていますとコメント。 その姿勢とともに、洗練されたショットがファンを引き寄せました。このニュースに寄せられた反応は、単なる喜び以上のものでした。日本の誇り、世界の平野仕様です。最高にかっこいい、イケメンすぎるから困っちゃう、金髪に黒スーツたまらんといった熱狂的なコメントが集まりました。平野仕様のファンからの期待とサポートが、新たなステージでの成功を予感させます。 一般的なアイドルから一線を隠す形で自身の事務所を離れ、平野紫耀は世界に向けて進化を続けています。ジャニーズにいたら何もできないままだったのかなと感じますと振り返る一方で、新たなプロジェクトに対する期待が高まっています。彼のオーラや購買意欲を引き立てつつ、ナンバー、愛のメンバーとしての活躍に期待の声が広がっています。これまでの成功を支える要因の一つとして、平野紫耀の多様な魅力が挙げられます。 平野紫耀く君がアンバサダーとしても世界に認知されることがとても嬉しいです。といったコメントがその広がりを物語っています。アーティストとして彼の可能性は無限大であり、新たなストーリーが幕を開ける予感が漂っています。一つのきっかけで海外で注目されることはチャンスの象徴であり、ナンバー、愛はそのチャンスを逃さずに着実に評価を得ています。平野紫耀のデビュー曲、ゴートの成功は 口紅の売り上げ増加にも結びつき、企業やファンの期待を一心に背負っています。これにより、ヒラの仕様が単なるアイドルを超え、本格的なインフルエンサーとしても存在感を示しています。新たなフェーズに突入したヒラの仕様には、ファンからの期待が集まる一方で、彼の進化や新たな一面に対する好奇心も高まっています。以前のアイドル活動から一転し、洗練されたアンバサダーとしての姿勢を見せる彼には、 ファンだけでなく多くの世代が魅了されています。平野紫耀のキャリアにおいて注目すべき点は変化と成長です。アーティストとしての新たなスタートを果たした彼が自分を見つめ直し進化し続ける姿勢は多くのファンに感動を与えています。その中で彼が過去に所属していた事務所との違いや新たなパートナーシップによって引き起こされた変化に対する期待も高まっています。 ファンからの期待に応えつつ、決して安住せず挑戦し続けるヒラノ仕様。その姿勢が、YSL とのパートナーシップにおいても発揮され、企業やファッション界からの信頼を勝ち取っています。新しい世界への一歩を踏み出し、自身のオリジナリティと才能を最大限に活かす彼の姿勢は、多くの人々に感動と刺激をもたらしています。最後に、ヒラノ仕様の新たなフェーズにおける成功への期待とともに、 彼が積み重ねてきた過去や、これからの挑戦に対するサポートの声が続々と寄せられています。ファンとの結びつきを大切にし、進化し続ける平野修行の未来に期待が膨らんでいます。